2021年に6代目山口組に復帰した山県組組長中田被告は2019年8月神戸市にある6代目山口組弘道会神戸支部の事務所前で軽自動車に乗った組員に対し拳銃を6発発砲、そのうち5発を命中させ殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われている。事件から5年も経過してようやく裁判が開始されたのはなぜか。中田被告は5代目山口組渡辺芳則組長の出身母体である山県組県流会から5代目山県組組長になった男であり、神戸は山県組一式と言われていた山県にあらずんば山口組にあらずとまで言われたほど山口組の中核を担っていた。しかし6代目山口組組長司忍と高山若頭は名古屋に本部を置く弘道会出身となり、弘道会が中心の組織になったことで山県組の待遇が悪くなり自分の思うようにいかなくなってきたため、当時の山県組井上組長が中心となって6代目山口組を裏切り神戸山口組を結成した。神戸山口組の組長には井上が就任し、5代目山県組を継いだのが若頭だった中田被告である。しかし井上組長は6代目山口組側から数々の攻撃を受けていたが、一切返しをしないように言明していたが、山県組の家訓は沈黙団結報復であるから、やられても返しもできない組織ならば山県組ではないと考え、あえて組長の中田被告が6代目山口組弘道会神戸支部の組員に拳銃を発砲したのではないかと見られている。この件で中田被告は井上組長に返しは絶対禁止だと言明したのにもかかわらず、なぜ組織の決まりを破ったのかと詰められて中田組長を殴ってしまった。その結果5代目山県組中田組長は神戸山口組から離れ、まさかの6代目山口組幹部で復帰していったのだ。神戸山口組側からすると、5代目山県組中田は井上組長を裏切った組織になり、6代目山口組側からしても一度は裏切って出ていったが、今度は自分の親分を裏切り戻ってきた組織ということになっている。ですから山口組の組員からはスパイではないかと見る人もいるだろう。なぜならば山口組に復帰したならば山県組はかつての身内を攻撃しなくてはならないが、めぼしい成果は上がっていないのが現実である。初公判で中田被告はすべて間違っています、私は犯人ではありませんと起訴内容を全面否認したのだから、本来ならば真犯人が自首して中田組長を助けに来る組員がいてもいい話だが、検察は中田被告を社会に出せば抗争が激化することを危惧しているのではないか。中田被告は組織のために長い懲役をかけてきた人であり、社会からの隔離が一番安全であるという判断をしたのではないか。状況証拠だけで有罪にしていけば、たとえ無罪であっても長い時間隔離できるからだ。最近ならばやはり工藤会のトップら3名の無期懲役判決だろう。袴田事件もそうだ。中田被告は前科も多数あり、しかも誰もが知る山県組の5代目組長である中田被告は武闘派組長であるため、率先して組織のために体をかけてきて5代目山県組組長に上り詰めた男である。ここで自由にして社会に戻したら死人が多数出るだろう。井上は山県組を中田に譲ったことで山県組の家訓を忘れてしまったと思われがちだが、一つだけは貫いているは沈黙という名の引きこもり作戦である。組員も少ないし金銭も苦しいゆえ報復はできないわけだ。中田被告は犯人ではないと言っているならば、一体誰が犯人なのか。真実は中田被告しかわからないであろう。